こんにちは、ポップグランピーの小井戸です。この動画では、東京バイクモノと東京バイクライトの、変速機がないモデルの納車説明の動画になります。東京バイクを注文していただいてから納車までの間にお客さんたちが、東京バイクについて知ってもらえたらなっていうのと、あとは、納車後のお客さんたちでも、乗りながら、これどうだったかなって思った時に見直してほしいっていうのと、あとは東京バイクを検討している方々に、東京バイクの仕組みとか乗り方について知ってもらえたらなと思って、動画を撮影します。では、早速納車説明を始めていきたいと思います。ポップグランピーで納車するとこんな形で自転車とサコッシュを一緒に、お渡しします。サコッシュの中身は、付属パーツがお客さんたちそれぞれ違うので鍵だったりベルだったり、あとなんかいろんなものが入ってます。人それぞれ違うものが入ってるんですけど、共通して入っているものがこの東京バイクの使い方という説明書になります。この説明書は、東京バイクの乗り方がカラーでイラスト付きで分かりやすく書いてあるので、分からなくなったらまたこれを見てもいいと思います。で、最後のページにここに、防犯登録の控えを貼ります。で、こっちが保証書となって合わせて購入証明書となります。万が一自転車が、盗難された時とかには警察署にこれごと持っていくようにしてください。なのでなくさないように大事に取っておいてください。で、防犯登録の控えがここに貼ってあって、防犯登録のシールはここ後ろ側のちょっと見えにくいところにポップグランピーでは貼ります。では、自転車の乗り方操作について説明します。まずブレーキです。ブレーキはここについています。右のブレーキが前輪、左のブレーキが後輪のブレーキになります。で、右利きの方とかはよく右をギュッて押してしまうこともあるかなと思うんですけど、走っていて右だけギュッて押すと後輪がこう浮いて危ないので、左右一緒か左右っていう風にブレーキをかけるようにしてください。で、ブレーキはこの細いワイヤーでつながっています。組み立ての時にしっかり伸び取りはしているんですけど、やっぱり使っているとだんだんこう伸びてくるので、で伸びてくるとブレーキの効きが悪くなって危ないので、半年か1年に1回ぐらいメンテナンスに持ってきてください。そして東京バイクはスタンドが真ん中についています。結構ここからこうスタンドが出ている自転車も多いかなと思うんですけど、東京バイクはバランスよく真ん中についています。で、ただ自転車をこう後ろに、よいしょ、押した時にこう押すとペダルとスタンドがぶつかってしまうことがあります。ぶつかった時にスタンドを上げようとしても上がりません。そういう時は後輪をよいしょ持ち上げてペダルを回してスタンドを上げるようにしてください。あとは、お手入れについてです。空気入れは、2、3週間に1回ぐらいしてあげてください。乗ってなくても空気は自然と抜けてきちゃうので時間管理でお願いします。で、夏場はアスファルトが暑かったり直射日光の力が強かったりして、中の空気が膨張してバーストしてしまうこともあるので、夏場は8割程度でいいと思います。こまめにチェックしてあげてください。そして汚れについてなんですけど、自転車乗ってるとだんだんこうホコリが溜まってきます。知らず知らずの間にこうスッてやるとホコリがこうついてたりすることがあるので、こうサササッとでいいのでこう
たまにこう自転車汚れを取ってあげてください。たまった汚れは落としづらくなるので、こうさっさとこまめに拭いてあげてください。で、雨の日に乗られる方もいるかなと思うんですけど、雨の日に乗ったら、しっかりこうまず水気をしっかり拭いてあげるようにしてください。あとは傘をこうバサバサってやるのと同じように、こうトントンとして雨水をこうしっかり落として水気を取ってあげるようにしてください。はい、以上が、東京バイクモノと東京バイクライトの変速機がない東京バイクの納車説明でした。それで終わります。